僕は海外から J リーガーを目指す男、今日もファジアーノ岡山先発大使とボールを蹴っていきます。まずはフィンランド式シュート体験、適当に蹴ったボールをトラップしシュート。フィンランド式は適当に蹴ります。素晴らしい左足で先制点を決められます。秋も負けじとシュートを打ってきますが、なかなか入りません。ここで大使のシュートがマキモジュニアにヒットしなくなりました。負けじとマキモも1点返します。対決結果は YouTube で見てください。お次はボレーパス交換。フォーデンとグリーリッシュがやってたのを真似してみました。土で滑って難しかったですが結構つながりました。動画見返したら10回ぐらいつながってました。ぜひ皆さんもやってみてください。結構面白いです。お次はバーテ対決をしていきます。シンプルに当てれば勝ち。1本目は両選手とも外します。 Oh my god. 深呼吸。マキモの2本目、見事当たり先制。高校センバ選手、この対決は僕が勝ちました。その次にバーに当て跳ね返ったボールをボレー。これも YouTube で見てください。練習終了。お腹が空いたのでお昼ご飯を食べに行きます。送迎してくれました。3度目のお好みを食いに行き、やっぱ広島県民はお好みじゃけ。お会計はもちろんおじさんゲーム。